当社ザイデルは、ロシアのバイオリン奏者、オデッサの生まれ。3歳の時に、おじからバイオリンの手ほどきを受け、1909年から地元の音楽院でマックス・フィデルマンに支持した。1912年からペテルブルク音楽院でレオポルト・アウアーに支持し、1915年にクリスチャニアでデビューした。1918年にアウアーと共に渡米し、 その年の4月14日にはカーネギーホールでアメリカデビューを飾った。以後、リサイタルや放送局への出演などを精力的にこなしたが、1930年代後半からロサンゼルスに移住した。移住後はハリウッドのミュージシャンとして多くの仕事をこなし、ビクター・フレミング監督のオズの魔法師、グレゴリー・ラトフ監督のベツリマイケル・アンダーソン監督の 80日間世界一周などの映画音楽への参加が挙げられ、R.C. ケントン監督のメロディー43ではバイオリニスト役として出演しているという。晩年はラスベガスのピットオーケストラで演奏していた。ロサンゼルスにて没。ポンナプロを r u ミッシャエルマンの師匠アレクサンドル・フィデルマンの弟。 imdb.com-instantencoore.com ありがとうございます。